pH がですね、弱アルカリ性でありまして、でなおかつですね、非常に還元力の高いですねお湯であります。でもともとカピバラ君のお肌って弱、アルカリ性なもので、肌荒れを起こすと、酸性側に傾いてまいります。でこれがだん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 元の pH の状態に戻ってまいりまして、美肌に生まれ、変わります。少しずつですね、黒ずみが取れてですね、まあ、美白と言いましょうかね、綺麗な白いお肌に、なってまいります。そしてですね、カピバラ君がリラックス、くつろいでくださるということでですね、体調も非常に良くなってくるようであります。やっぱり一番、重要な実験はこの皮膚が改善する状態をですね、これを科学的に数値化して、そして、きちっと示せるデータに持っていきたいなと思っております。でもう一つのこのリラックスしたリラクゼーション効果ですよね。これはですね、カピバラさんのですね、実際に、入浴して、くださっている時のですね、表情、行動、その後のくつろいだ姿ですね、こういったものをビジュアル的に撮影して平時の表情、行動からリラックスしたくつろいだところまで何段階かに分けてですね、この温泉に浸かって気持ちよくなったっていうのを数値化してみたいなと思っております。来た、慣れてきたよ。